磨きの世界へようこそ。千葉県にお店を構えるスンダモンなのだ。今回はコロンブスから販売されているラピッドハイシャインを使って表面仕上げをしていくのだ。後概要欄に使用した道具のリンクも貼っておいたので、気になったものはそちらからチェックするのだ。それでは作業開始。今回はスコッチブレインを磨くのだ。まずはいつも通り紐を解く作業から。内羽なので一番下はつけたままにしておく。ツリーを入れて馬毛ブラシ。ここら辺の作業はいつもと同じなのでテンポよく流していくのだ。マックス落とし用クリーナーなのだ。スティンリムーバーやツーフェイスローションでは表面を落とすのは困難なので、表面仕上げをやられる方は1本は準備しておくのだ。今度は全体の汚れを落としていくのだ。使うクリーナーはブートブラックよりウェザーローションノーマル。他のクリーナーとの違いは汚れ落としに加え保湿もする 2-in-1 アイテムなのだ。クリームはナチュラーレを使うのだ。有機溶剤は使わず天然油脂にこだわったクリームで、良い香りと自然なツヤ感が口コミでも高評価を受けているのだ。今だとアマゾンでセールをやっており、通常より安く買えるのだ。気になる方は要チェックなのだ。豚毛でブラッシングなのだ。いくら品質の良いクリームを使ってもブラッシングをおろそかにしては意味がないのだ。余分なクリームをしっかり取ってツヤが出るまでしっかり行うのだ。グローブクロスで仕上げなのだ。ナチュラルなツヤ感で仕上げたい方はここでフィニッシュなのだ。自身の好みや靴に合わせて仕上げ方を選んでほしいのだ。今回の主役ラピッドハイシャインなのだ。寝る生地に少量水をつけてラピッドハイシャインを取るのだ。靴に塗り込んでいく。塗布する場所は固形ワックス同様、芯の入っているつま先とかかと周辺、水とワックスを取りながらひたすら磨いていくのだ。仕上げにヤギ毛ブラシ。今回は説明書通りに作業したけど、布で塗り重ねるより指で作業した方がやりやすかったのだ。光沢感に関してはクリーム仕上げよりは光るけど、サフィールなどの固形ワックスに比べると柔らかいツヤ感という印象を受けたのだ。完成なのだ。ご視聴ありがとうございました。